ヤンデレの絵に愛されて夜もアセンブリできない CD に対するネットの反応を紹介します。あんな人候補者多数、どうせレイブンのこと何にも分かってないんだから、ガシャーンスタッカーがたまる音。アセンブリというか戦闘中？やめろスタッカーするな、何をするだ。理解不能です。レイブンには私がいるというのに。お前は毒してる方じゃねえか。レイブンを守れるのは私だけ。レイブンは私だけ見てればいいの。それが最高の幸せなのですから。メインシステム戦闘モードを起動します。食堂も胃の中もコーラルに毒されてる。お前に毒されてるからいいんじゃねえかな。や、原因あるとしたらエアじゃねえかな。なぜ嘘をつくんですか。私はあなたに強制の可能性を見たのに、すみません、大きな声を出してしまいました。そうですか、やはりベスパー5ラスケのところに行っていたのですね。なるほど、手料理を振る舞っていただいたと。それは良かったですね。バリリン戦友、なぜ彼女は切れている。俺は男だぞ。ラスケの作る飯めちゃくちゃ優しい味しそう。肉じゃがとか作ってほしい。なんかラスケは料理できそうな感じする。というか家事全般できそう。そういうことならまるまるには自信がある。任せてくれで大体何でもやらせられそう。そこはウォルターじゃねえのかよ。ウォルターは家族だからね。さすがに親の手料理には切れない判別がエアにもあった。エアちゃん分別ついて以来。ガンズ5イグアストミッションですか。あの活発そうな人ですね。知っています。でもあの人は活発というより粗暴ですよね。あんな人と一緒にいたらレイブンまで粗暴になってしまいますよ。ラスティなんかの手料理より私の作った八宝菜の方が美味しいですよレイブン。割と本編から独占気質だからヤンデレも似合うね。ヤちゃん、最終手段にはコーラルリリースを使うのかも。レイブン、差し出がましいマネと分かってはいるのですが、あなたのデバイスから幾人かのフレンドを削除しておきました。人格や行動に問題のありそうな人物だったので、あなたに悪影響を及ぼすと推測したのです。今後、懇意にする予定の人物がいる場合は私に一言相談してください。そんな、ラミーとウーファーハイと、グループのアドレスが消されている。そんなもん登録すんな。レイブン、私はあなたと対等な関係でありたいと思っています。ところで、ご存知の通り私はコーラルの波形、あなたにしか企画されません。そのため私にはあなたしかいないし、永遠にあなたのものということです。私は、あなたと対等な関係でありたいと願っています。レイブン、一段と圧力を増している。お前もコーラルになれって言ってる。私にはあなたしかいないし、永遠にあなたのもの。私にとってのあなたもそうであってほしいという意地らしい女心だというのがわからんか。鈍感めが、女心がわからん奴はモテないぞ。わかったかガンズ13。ミシガン総長は人の上に立つ人物としてふさわしい部分があると言えますね。出撃はさせてくれるのが最高にエアって感じ。バカな妄想してずに早く出撃しろガンズ13。聞いてるのかガンズ13。俺以外のことを考えるなガンズ13。破綻を恐れるウォルターの気持ちがようやく理解できました。無秩序に乱立するフラグは全て焼き払う必要があります。独立傭兵レイブン、あなたに依頼があります。わかりますか。レイブン、今あなたの脳深部コーラル管理デバイスにアクセスしています。私の存在がいつもより近く感じられるでしょう。ふふ、そんなに怯えることはないんですよ。安心してください。私に全てを委ねてゆっくりお休みなさい。動いてる機体をかすめたパルスレーザー、回避行動で時期の当たらず落下していくミサイル、降り注ぐ攻撃の絶え間ない警告、使用していた武器をパージした金属音、やだよこんな殺伐とした音が響くヤンデレ CD。 銃声とブレードやらレーザー音が鳴り響くエロ ASMR があるし、平気平気。ジェッキスという行為のリップ音とやらを再現してみました。621の脳に直接作用し、感覚器を司る神経に作用すれば本当に私とキスをしているような体験ができます。しかし、私に直接脳をいじらせるということは、一時的にでも完全に生殺与奪権を持たせるということです。もしかしたら興味本位で記憶を覗いたりするかもしれません。レイブン、私と、キスしませんか？取引に応じる、取引に応じない。取引に応じない、残念ですレイブン。何かの起動音。提案なのに拒否権なかったら実質逆レプじゃねえかな。なぜこうもヤンデレムーブが似合うのかやちゃん。敵対ルートの時の未練がましさがすごいからかな。エアと敵対した時が反転アンチで済まない激おも感情をぶつけてくるからですね。解放者エンドの私とレイブンならどうにかなるでしょみたいな謎の楽観視とか、3周目のあれそれとか含めると形容しがたい重たい女になる。レイブンは寝ているようですね。あなたはエアのことが好き。人とコーラルの共生の可能性を信じている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 。621、寝不足か。仕事に差し支えるようならええ、調整する。
ボルターの石を、いや、コーラルとの共生を、スネイルを殺す。待てや、カーラに対しては過激なのはわかる、ボルターに対してはどうだ、さすがにちょっとは抑えるのか？ボルターに対しては焼かれるから敵対しただけで別に悪い印象は持ってなかった感じ。最後のボルターの声色とか、怪しい動き察知しても怪しむ以上のことはせずにボルター排除依頼とかやらなかったしな。早い話が彼氏のパパみたいなもんかと。ボルターがいない時の発言が完全に今日は家に家族帰ってこないだね、意味深にしか聞こえないだよね。彼氏のパパには手を出さない程度には理性のある理想のヤンデレ。パパと会話できないのがちょっと残念。歩み寄れるものはあっただろう。カーラとは別の意味で会話を見てみたい。ドシュラ嬢じとってしてるエアちゃんに対してカーラはカラッとしてる。カーラだけに例文のことを認めてもらうためにエアに何かされたウォルターパパ、そうか、お前の後ろにいるのが全ての621。再手術してこいつからお前の人生を。621から彼女できた報告受けたらそうですかって大量の未点リーダーを発しまくる様子が容易に目に浮かぶ。未点リーダーのところに、えも言わぬ吐息が混じるんですね。わかります。でも621にはオールマインドがいるから。野良犬、オールマインドちゃんも実体内系ヒロインだからな。意外な競合相手だ。おまけでイグアスもついてくるんですが。ヤンデレヤちゃんは621の精神にいいらしい。621には刺激が必要だってボルターパパも言っていたもんな。下手をすると刺激物理になりそうなんですが、それはコーラルの中にはエア以外の波形生命体がいるっぽい。コーラルとの共生をしても大丈夫？君だけの621じゃなくなるかもしれないよ。でも他の変異波長に粉かけられてダメダメです、お触り禁止、例文は私のですって切れてる。エア可愛くない？あ、ちょっとエアは止めて。621の機能を回復する手術の時に性的興奮はコーラル生命体自分の身だけするようにちゃっかり改造しちゃう。エアちゃん、あまり滅多なことは言わない方がいいですよ。レイブン、その気になればあなたの脳深部コーラル管理デバイスにアクセスして行動を意のままに操ることだってできるんですから。私がそうしないのはあなたには自由意志を持ったまま生きていてほしいからです。だから食べてください。レイブン、コーラルの恵みを生でいただける貴重な機会ですよ。食べるのです、ほら食べるんですよ。エア特性発泡剤、オールマインドとイチャイチャしてない621を見て、ふうーん、熱いやつとかいうエアちゃんが見たい。もしかして621はすでにコーラルと一体化してるのではないか。エアはそれを知っててニュータイプみたいに魂だけの存在にしようとしているのではないか。その謎を突き止めるため我々はウォッチポイントの奥地へと向かった。ウォッチポイントはやめておけ。そういえば621って脳内にコーラルデバイス埋められてるらしいじゃないですか。そこに悪さして AR エアちゃんとかできませんかね。621がカーラとか他の人に視線向けたら視界にモザイクがかけられたり、エアちゃんしか見れない文字通りされたりとかできませんかね。画面端に621のバイタルが表示されてエアちゃんがチェックするシーンあるんで、621がエアちゃんにウォルター並みの権限譲渡すればおそらく可能。バイタルも把握できるから621が何かを見てつい興奮してしまったのがバレてムスッとするエアちゃん。シュナイダー系逆足を見て性的に興奮する621、えってなるエアちゃん。興奮した思考に寄せた何かをエアが表現した時も同じ反応したら許してくれそうでもある。解放者とかリリースルート以降だと COM ボイスとか全部エアちゃんの声に乗せ替えぐらいはしそうだよね。脳内とリアル音声で621は浸されていくんだ。621が寿命で死んだらどうなるかな。主任さんみたいな人類に闘争を促す新たな管理者みたいになったら笑っちゃうんだが、それっぽいこと言ってたし。コーラルに散逸した621の意識を集めて人格コピーを作ったり、あるいはそのままこれでずっと一緒ですね、するエアちゃん。再教育とかあったし、そういうのエアに学習してもらって621の脳にエアに対する愛情を植え付けたいね。無事に任務を成功させるたびにデロデロに甘やかしてくれるエアちゃん概念、糖度 100% の声で甘々に褒めてくれるからパブロフの犬みたいに必死に任務成功させてくる621と、自分を求めて頑張る621を見て意味を深めるエアちゃんが見たい。レイブン、どうして、レイブン、脳深部コーラル管理デバイスの管理権限を起動。ああ、レイブン、これであなたは私と出会った頃に戻りますね。一緒にやり直しましょう。ふふ。戦友、最近付き合い悪いじゃないか。そうだ、今度飲みに行かないか。妹が上京してきたんだがまだ不安らしく友達を作ってやりたいんだ。彼女には俺と差しで飲みに行くとでも伝えておけばいいさ。レイブン、お尋ねしたいことがあります。この女性は誰でしょうか。随分と仲が良い雰囲気ですらすけの妹さんですか。偶然会ったから、とそうですか。私がレイブンのものとはいえ、あなたの交友関係に口を出すつもりはないのですが。
大した関係ではない？友人の妹だから仲良くしているだけ？そうですか、この映像をご覧ください。残念です、レイブン、あなたは大した関係ではないという相手とこのような、恋人とする行為を行う、のですね、本当に、残念です、レイブン。もう、こうするしかないなんて何かを起動する音。レイブン、今は食べるものがないのでこれコーラルを食べましょう。いえ、今はあなたが最優先です。同胞たちもきっとわかってくれますよ。あ、いえ気にしないでください。食べましたね。実はそれ、私の一部なんです。好きな人に自分を食べてもらうのがこんなに気持ちいいなんて知りませんでした。大丈夫ですよ。また増えますから、増えたら、また食べてくださいね。なんでこうヤンデレが似合うんだと思ってたが、うん、本編の言動が距離感ぶっ壊れてるのと終盤普通にヤンデレてたわ。ヤンデレ CD 出てからもう15年か。ヤンデレのエアに愛されて夜もアセンブリーできない CD に対するネットの反応、いかがでしたでしょうか。ヤンデレ CD ネタ、ヤンデレアはなかなか似合う。アーマードコア以外の動画もちょこちょこ投稿しているので、そちらもご視聴いただけると幸いです。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。